今日も晴れています。やはり防衛大臣はしっかりしていないといけないと痛感します。なかなか最近失言が多い閣僚ですが、日本の情勢など考えて発言してもらいたいと考えています。やはり離島奪還で重要になってくるのが水陸機動団です。現在佐世保にその本拠地はあります。輸送艦大隅、やはり離島奪還の訓練こそ島国が多い日本の今現在求められている任務かもしれません。朝鮮半島情勢、今にでもどっちに転ぶかわからない状況です。そんな中、やはり九州は近く、その九州を防衛するためにも佐世保に置くことは重要だと考えられます。朝鮮半島から目と鼻の先の壱岐島など、やはり最も警戒すべき地域だと考えられます。この地域を重点的に、なおかつ監視目的にも自衛隊の小規模な部隊を配備できればいいと感じています。北方領土もそうですが、やはり近くの脅威ほど危ない危険なものはありません。
やはりいろんな国が軍事力を高める中、日本もそうせざるを得ません。理由がやはり平和な、やはり国が一番いいのですが、その平和の裏にはいろんな駆け引きがあり、均衡が保たれています。中国が今日本へ寄り添ってきていますが、やはりアメリカと同様、ノーを突きつけるのがいいでしょう。中国は今孤立し始めています。その孤立し始めた状況を打開するために、日本に近寄る、利用されるだけの話です。安倍首相もやはりこのことは分かっていると考えられますが、裏でやはりアメリカとの話し合いもあるのでしょう。すべてが側へ向いているとは限りません。日本も戦略的にはやはり台湾と協力し、日米同盟強固の中、第一列島線を防衛ラインと決め、徹底的に防衛する。極東アジアでしっかりした意見を発揮する、このことが大事だと考えられます。韓国が近寄ってきても、それはノーと突きつける、これも大事になってきます。今まで何度同じ過ちを犯すでしょうか。韓国はもともと反日の種族です。朝鮮半島自体がそういう反日の種族なので、やはり西側東側と関係なく、日本の未来のためにノーを突きつける、大事になってきます。また大きく台湾情勢もこちらへ、西側諸国へ寄っているのも、今現在香港
って暴動が起きている。あの状況を見た台湾市民は現実に戻り、やはり自由がなくなる、そんな世界はやはり嫌なんでしょう。共産主義には戻れない。それでは。